まったく前回はひどい目に遭いました。結婚は墓場地獄の体験してたんだってな。まあ本当にひどい目に遭う前に経験できてよかったんじゃないか。でも私なんか納得できてないんですよね。前回はまああれでしたけど、結婚って別に好きな人とじゃなくてもできると思うんですよ。だいたいこの世の中みんながみんな好きな人と結婚するわけじゃないですし、生活のために結婚するっていうのも悪いことじゃないと思うんです。エマさん、なのでレイジさん、私それを確かめてきます。予想外の展開、円満解決。エンマちゃん、レイジさん、ついに見つかりました。また怪しいバイトか。違います、私の結婚相手です。バイトの方がまだ良かった。あのなエマ、結婚ってのは好きな人同士がするもんなんだ。練習に目がくらんで結婚するとお互いが不幸になるぞ。仕方ないじゃないですか、仕事なんですから。いい機会だから人間に対する理解を深めるために結婚してみろってエマ大王様に言われたんです。断ったら次の査定に影響が。パワハラが過ぎない。所詮エマもサラリーマンなんですよ。けどそんな理由で結婚なんて相手が納得するわけないだろう。そこでこの人なんです。こう見えてこの人、大きな会社の後継ぎで社会的信用を得るために結婚しなくちゃいけないらしいんです。それならなおさらダメだろう。え、お前と結婚したら社会的信用は地に落ちる。うわ、今ならまだ間に合う。その人のためにも結婚は断ってこい。そこまで言われて引き下がったら女が浸ります。私の良妻っぷりを見せつけてやりますよ。お前に女のプライドがあったのか。結婚生活、行ってきます。また寝坊しちゃいましたか。さあ私も出かけますか。行ってきます。はい、行ってきますのチュ。ありがとう、今日も可愛いよ。お隣の奥さん、今日も朝からフルメイク。さすが新婚さんは気合が違いますね。おいエマ。まあレイジさん、ポイントカード持ってきてくれました。ほら、ったく出てったら出てったで迷惑かけるなお前は。よかった、今日は軍資金もたっぷりありますし、ポイントつかなかったらもったいないですからね。一応聞くが、その軍資金はどこから。旦那さんからもらってる生活費です。もはやすがすがしいな。でもこれはあちらの希望なんですよ。大企業の社長ともなると、妻が外で働いていない方が何かと都合がいいそうで。よくわからんが、そういうもんなのか。働く自由を失う代わりに十分な生活費をもらって好きなことをする時間が持てる。結婚って思ったよりいいものですね。絶対に何か違うぞ。好感度が上がりやすい。なんでこんなに帰りが遅いの。せっかく好物のシチュー作ったのに。仕事なんだから仕方ないだろ、夕飯なんか先に食べてろよ。一緒に食べたいから待ってるのに、なんで分かってくれないの。喧嘩ですか、朝はあんなにラブラブだったのに。ただいま。おかえりなさい、夕飯食べました。ああ、いやまだ。それならお寿司が余ってるのでどうぞ。あれ、お寿司嫌いでした。いや、結婚って意外といいものだと思ったんだ。帰って食事が用意されてるのも、誰かにお帰りと言ってもらえるのも、ずいぶん久しぶりだから嬉しいよ、ありがとう。それは良かったです。嫌なところが目につく。いらっしゃいませ。って今か、珍しいな、こんな朝早く外出なんて。ベートーベンに追い出されました。なんだそりゃ。あの人、休みの日は大音量で朝からクラシックを聴くのが趣味だったんですよ。そんなことアプリには書いてなかったのに。知り合ってすぐ結婚するからだろう。それだけじゃないんです、あの人ショーをするとき立ってするんですよ。お前、人のトイレ事情をそんな大声で。なんで座らないんです、男のプライドですか。座ってやると女みたいだってからかわれるんですか。 いやそれは小学2年生くらいまでだな。それより俺はエマがトイレ掃除することに驚きなんだが。え、しませんけど。してないのかよ、なのにそんな怒ってんのかよ。掃除はしたくないけど汚いのも嫌なんですよ。意外にそこ潔癖なんだな。っていうかお前、なんか溜まってないか。そうかもしれません、最初は結構いいかなって思ったんですけど、やっぱり結婚生活って大変ですね。まあ一緒に暮らすわけだし、生活リズムとか価値観のズレでイライラすることは絶対あるだろうな。世の中の夫婦はみんなそれを我慢してるんですね。大前提として相手が好きだからこそ我慢できるってのもあるんじゃないか。そんな、じゃあ私はどうすればいいんですか。だから言ったろ、好きでもない人と結婚なんて無理があるんだよ。でも。あ、いらっしゃいませ。本当にそうでしょうか。努力。ただいま。おかえりなさい、ちょっとこれを見てもらってもいいですか。音楽鑑賞はヘッドホンで、トイレは座ってする。他
にもいろいろあるけど、これは？この1ヶ月の生活で私が気になったことと、できればこうしてほしいと思うことを書き出してみたんです。なるほど。あ、怒りましたか？まさか、むしろ逆だよ。え？この方が助かると思ったんだ。嫌なところがあればお互いに話して落としどころを考えよう。仕事だったら普通にやることだろ。あ、そうですよね。ん？もう離婚よ離婚。あんたなんか好きになったのが間違いだった。あ、こっちだって。あら、ってことがあったんですよ。レイジさん、結婚ってどんな夫婦がうまくいくのかわからないものですね。ああ、本当にな。ってなんでお前当然のようにいんの？ああ、結婚終わりました。結婚ってそういうもんだっけ？私は報告書が書ければよかったので、あの人とはとりあえず結婚を見据えたリハーサルをするだけって話になってたんです。え、じゃあ何？お前ただしばらく知らない男と同居してただけ？まあ言い方を変えるとそうなりますかね。なんです？いや、まあそういうオチだよな。よし、報告書完成です。ちょっとメイフに行ってきますね。大事なことは、ではこれより現世で体験してきた結婚について報告いたします。うん、結婚、それは互いに生涯の相手を定める行為である。結婚に成功と失敗があるとすれば、それを分かつのは恋愛感情ではない。結婚という契約関係を持続させるために、互いに誠実に向き合い、問題があれば共に解決しようと努力することが肝要である。というわけで、これから結婚しようと考えている視聴者諸君、今の報告を心に刻み、虚偽や不貞、その他夫婦間で起きる生前の罪は未然に防ぐよう努力すべし。以上、エンマのエマちゃんからの忠告でした。うん、エマ君、わしからも忠告だ。はい。常日頃の行いを見直さないとコメント欄で突っ込まれるぞ。お前が言うなとな。ファンアート紹介。たくさんのファンアートありがとな。ファンアートは引き続きツイッターで絶賛募集中です。紹介してもよければハッシュタグエマエマ ED をつけて投稿してくれ。みんないっぱい書いてくださいね。大サービスでモデル料はいりませんから。必死か。お金欲しい。お金欲しいな。チャンネル登録者増えたらな。チラ。登録してくれたらな。チラチラ。